はい、どこにちばしいと。めぐとみんです。はい、とさ、本日紹介するのはもう目の前にありますね。ちょっと用意さん、いつもだったら用意しょみたいなシーンやるんですけども、あまりにもでかすぎてやめました。はい、みくちゃんのまあ、特別なフィギュアだね。よこいしょ初音ミクメモリアルドレスバージョンです。はい、グッドスマイルさんから出た超巨大なみくちゃんのフィギュアですね。うん、スケール自体で言うと多分7分の1だったか8分の1だったかなだったと思ったんですけど、ね、うん、ただあまりにもそのみくちゃん本体を周りを飾るものだよねがすごすぎて、はい、クリアファイルがこちらにあるんですけども、うん、まあ、髪の毛の出来だったり、このドレスの出来だったりがすごい、ことになってまして、この大きさになるという感じになってます。クリアファイル1枚と比べてみてもね、だいぶ箱の大きさがやばいっていうのがわかるんじゃないかなと思います。はい、ミクの日に合わせてね、開けようと思ってずっと撮ってました。まあ、正確に言うと迎えた時からどうやってレビューしようか考えててタイミング逃しちゃってるのが正解なんですけども、はい、せっかくなんでね、ミクの日に開けてみようかなと思います。本日はこちらの方ね、レビューしていきたいと思います。はい、シーアとミクミンチャンネル。これだけ巨大なミクちゃんのフィギュアをレビューするっていうのも本当に僕の家宝である4分の1スケールのミクちゃんのフィギュア以来だなって感じがしますね。はい、白い紙に取ってみきましょうか。よいしょ、じゃん。おお、すごい、初音ミクメモリアルドレスバージョンという感じに大きく書いてあるのが見えるかなと思います。すげーでけーはい、表はこんな感じになってて、よいしょ、横はこんな感じですね。よいしょ、はい、横こんな感じになってて、箱自体も特殊な加工が、ラメ加工がされてるっていう感じになってるね。うん、はい、で下の方に各部のね、写真が載ってるっていう感じになってます。これだけもだいぶすごそうだよね。はい、はい、裏は元絵になってますね。イラスト描いてくれたのは本部ポムさんですね、のイラストになってます。いや、すげえイラストよ本当にで、メモリアルドレスっていうだけあって、ミクちゃんの10周年の時のリボンがねここにあったりだとか、うん、本当に特別な感じがしますよね。はい、はい、もう一つの横面はねこんな感じになってね、またビデオが映ってる感じになってます。うん、いいね。こっちはラメ加工はされてないんだ。なるほどね。一部一部下の方にラメがあったりみたいな感じになってるのね。はい、はい、上の面はね初音ミクメモリアルドレスバージョンという感じに書いてあって、で、文字のところにねラメが入ってるって感じになってます。シルエットのところにラメが入ってる感じでね。はい、はい、下はこんな感じになってます。うん、下はシンプルだね。はい持ち上げるとみて大変だはい、じゃあ早速ね開けていきたいなと思います。どっから開けるんだろう。はい、ではですね、バージンテープの方を取りましたので早速対面にしていきたいなと思います。端っこにちょっといろいろ見てますけど、まあ気にせずいきましょう。はいじゃあいきましょう。会長、よいしょ、じゃーん。おー、はい、こんな感じに入ってるね。箱自体はやっぱり開けてみると、中身、あ、ごめんなさい、箱自体ね、中身自体はね、開けてみるとやっぱり、まあ、これくらいの大きさなのかなって感じがしますね。うん。僕の手と合わせてみても、うん、だいたいまあ、思った通りの大きさかなって感じがしますね。やはり4分の1スケールのミクちゃんと比べてみると小さいなって感じだね。はい。いやでもね、やっぱり周りがすごいんだろうなって感じがしますね。じゃあ早速、開けて、組み立ててミクちゃん本体をね細かく見ていきたいなと思います。はい、完成しました。初音ミクメモリアルドレスバージョンですね。はい、まずね、完成までっていうか開けるのがすごい大変だったんですけどこのね、なんだ、ブリスターのところにこの針金が仕込んであって、開けるのがものすごい大変でしたね。はい、こんなにがっちりねロックされた、あれもね箱も珍しかったんじゃないかなと思います。うん、さてじゃあね細かいところ見ていきたいなと思います。全体的な出来はまあ今スマホのカメラで撮ってるんですけども、ものすごく綺麗に撮れてると思うので、うん、言うことはないんじゃないかなっていう感じがしますね。完璧な出来なんだよ。うん、
ちょっと後で細かいところをね、もうちょっとなんだ、接写して見ていこうかなとは思ってるんですけど、とりあえず全体的にこうバーッと見てる感じだと、ドレスのデザインだとか髪の毛のねデザインだとかね、なびき方とか、うん、あとマイクのところですよね。マイクのところとかの造形、髪の毛、ミクちゃんの髪の毛、髪留めのところにある造形物だとか、まあその他もろもろですよね。うん、実に一つ一つにとってもねよくできてるんじゃないかなっていうのが、僕の言葉なしでも伝わるんじゃないかなと思います。はい、今回の、これは、このミクちゃんのフィギュアはね、メモリアルドレスバージョンという感じの名前がついてるんですけども、ミクちゃんの10周年を記念して、募集した、デザインの中から、最優秀賞の方が選ばれて、それが立体化するっていう風な感じのものだったんですけども、うん、まさにふさわしい出来になってるんで、出来のねイラストだったんじゃないかなと思います。大丈夫かしら、タイザちょっとねフィギュア全体が重いのでちょっとグラグラしてるところがあるんですけど、ごめんなさい、そこはちょっと ご了承していただければと思います。うん、全体的なこの髪の毛の出来だったりだとかね、この辺もクリアパーツで一個一個は再現されてます。服の端々にもねクリアパーツが使われていて、うん、あの本当になんだろう、光を後ろに透過してあげるとものすごく綺麗に映えるようなミクちゃんなんじゃないかなと思います。五光フラッシュが欲しいねそんな感じの出来になってますね。マイクは手に持ってるのではなくて浮いてる状態になってます。うん、ミクちゃんの、髪留めのところ見ていただければ分かるかなと思うんですが、クリアパーツの棒が見えるかなと思います。これですね、ここの辺の部分、この辺、この辺、これ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 、はい。ここの部分で支えてたりとかね、髪の毛のところにちょっと穴が開いてたりという感じで、そんな感じで支えてあります。この辺のね、あの出来はよくできてるんじゃないかなと思います。ちょっと見えにくいような感じになってて、パッと見じゃ気づかないような感じになってるんですよね。うん。この辺はすごいなと思いました。はい。このマイクにね、巻いてある、植物だよね。もう、すごい綺麗にできてて、うん。この辺も抜かりなくって感じがしますね。はい。じゃあ一旦ちょっとクルクルしてるの、回ってるのを止めて、ちょっとカメラをも実際に持ってね、細かいところを見ていきたいと思います。じゃじゃん、今回のミクちゃん、テーマがねもっと高くっていうような感じになっていて、うん、まさにねそんな感じの、デザインがねビシバシ伝わるような感じのものになってますよね、フィギュアの造形もね。うん、で、端々にあるこのミクちゃんの造形物ですねは、ミクちゃんの曲がモチーフになってるっていうものもちょこちょこあって、うん、この辺もねかなり気合がね伝わりますよね。10周年選ばれたっていうのがものすごくよくわかるような感じになってます。元々のミクちゃんの、ごめんなさい電池がない元々のミクちゃんの衣装をね、元にもなってて、この服の横についてるね、青いリングなんかもそうですよね。ミクちゃんのスカートについてるあれです。うん。それがもっと長くなってね、今回横についてるっていう感じになってます。ドレスの部分の黒いフリースの部分なんかも見ていただければわかるかなと思うんですが、クリアパーツが使用されていて、この辺もすごい綺麗にできてるよね。うん。はい、下の方はこんな感じになってます。うん、なんだっけ、レースだよね、が使われていて、うん、ちょっとね、セクシーっぽさもあるような感じになってるよね。で、左右非対称なデザインになってて、この辺もね、なんだろう、いつもとはちょっと違った感じがよくわかるんじゃないかなと思います。スカートの内側の中にもフリルがあってて、これもクリアパーツで成形されてるのがわかるかなと思います。はい。今回台座なんですけども、台座はクリアパーツでシンプルにできていて、ミクちゃんの後ろのね、このフリルの部分で支えて、で、さらに膝元に、鉄柱が1本支えという感じになってます。これは、固定ではなくて、こんな感じに回してるのが分かるかなと思うんですけども固定ではなくてそのままここに、置いてるっていう感じになってます。うん、ちょっと斬新というか新しいよねこの辺の部分もね。はいはい、髪の毛もね一本一本なんか生き生きしたような感じになってて、うん、この辺の部分もねかなり気合が感じられるんじゃないかなと思います。爪の先まで綺麗にできてて、肩の部分にはちゃんと01がありますね。で、横の部分、ミクちゃんのこの01の上にあるこの黒いやつこれもねクリアパーツで成形がされててかなり細かいですよね。
はい、マイクの部分もこんな感じになってて、七色をイメージして、リボンをイメージしたものがね、エフェクトパスみたいなのがついてるのがわかるかなと思います。うん。リボンの部分は、ミクちゃんの10周年の時に、後ろについてたリボンだね、が、そのままマイクにくっついてるような感じになってます。はい。上から見上げた時だよね。リボン。ミクちゃんが実際にもっと高く振っていってるような感じに見えるんじゃないかなと思います。はい。左手の部分もね、実はちょっと違って、左手と右手でまたちょっとドレスのデザインが違っていて、うん。V4X を意識したような、ちょっとね、クリアなね、アームカバーを意識したような感じのドレスになってるのも、ちょっと注目ポイントなのかなと、個人的には思います。後ろから見るとこんな感じですね。後ろの部分にもね、ミクちゃんの髪の毛が、クリアパーツでね、いろんなカラーで染められてるのが伸びてるのがわかるかなと思います。これも10周年のミクちゃんの時にあった委託だよね。うん。はい、後ろからね、見上げるとこんな感じになってます。なんだろう。ドレスの、物量がすごくて。あれですよね、本当になんか。神様って感じがするよね。うん。語彙力が溶けちゃいそうな感じになってます。はい。ちょっと細かいところ見て回ったんですけども、このミクちゃんの凄さが、動画でも、伝わったんじゃないかなと思います。言うことなしなんだよね。で、情報量が多すぎて、なんかどこを見てもね、なんか新鮮な感じで見れるっていうのが、またこのミクちゃんのね、すごいところなのかなと思いました。はい。大きさ的に言うと本当に7分の1スケール、8分の1スケールぐらいのね、ミクちゃんのフィギュアになってるんですけども、うん、髪の毛の量とかね、あとドレスの凄さ、うん、それから手に持つマイクにも関してもなんですけども、情報量がすごく多くて、うん、本当に4分の1スケールぐらいのミクちゃんのね情報量だったんじゃないかなと思いました。はい、値段の方が4万3000円だったかな、うん、それぐらいしたんですけども、5万弱するミクちゃんのフィギュア、初めてじゃないんですけども、うん、でもそれでも4分の1スケールのミクちゃんは確か3万円ぐらいだったと思うんで、それ以上の、ね、値段だったんでね、このミクちゃんはね、それの値段をかけても、迎えるのはね、いや、迎えて当然のフィギュアだったんじゃないかなと思いました。はい。また新しい加工が増えちゃったよ。はい、というわけで、初音ミクメモリアルドレスバージョンの紹介でした。はい、メモリアルの名に恥じないね、素晴らしい衣装をまとったミクちゃんだったんじゃないかなと思います。衣装だけじゃなく、髪の毛の細部だとか、マイクの細部だとか、この辺もね、すごい気合の入れようで、うん、本当にすごいフィギュアなんじゃないかなと思いました。もう僕からとりあえず言うことはもうほぼほぼないんですけど、うん。なんだろう、もしね、今年のマジミラーとかで、再販されるようであれば、一度ね、お迎えを検討してもいいんじゃないかと思います。去年のマジミラーでは一応ね、販売はしてましたので、うん、あってびっくりしました、本当に。売ってるんだと思って、うん、完全受注だと思ってたんですけども、はい。まあ、いくつかね、持ってきてくれたようで。で、もしね、今年のマジミラでも、販売されるようであれば、ちょっと迎えてみるのもいいんじゃないかなと思います。記念すべき、ミクちゃんのフィギュアですからね。うん。
それこそ4分の1スケールと同じぐらいの、出来だったなと思いましたんで、本当に細部までよくできてたので、個人的にもおすすめのフィギュアだなと思います。うん、ミクファンだったら持っておきたいなって感じがしますね。はい。もし再販とかされるようであればね、その時はまたね、予約開始の動画とか撮ってみたいなと思います。10周年のミクちゃんのフィギュアだったんですけども、15周年記念のフィギュアとかね、20周年記念のフィギュアみたいな、そんな感じで出していただけたらまた嬉しいのかなと思います。はい、というわけで、初音ミクメモリアルドレスバージョンの紹介でした。紹介者のバシーとミクとミンでした。はい、バイーン、またね、バイバイ。ミクとミンとバシーからお願いです。チャンネル登録、ピューダのピューダ。お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バッシアと、ミクとミン、チャンネルを、お願いします。